全く社長のタイプが違うから。あ、だって会社にいないんだから。これは裏話かな、まあ、結局投信のおかげですね。僕一回どうです。でも竹岡さん、その投信と竹田塾どう違いました？それはね、両方働いてみたいな。いや、だからそれはね、もう全く社長のタイプが違うから。なるほど。まあ、これトップが、まあ、両極ですよ。両極、うん、これは誰もがそう言うと思う。ああ、そうですね。うん、投信っていうのはもう永瀬さんのもう本当の強烈なリーダーシップ、はい、だって今もうまた90までやるぐらいのこと言ってるみたいじゃないですか。あれね、やっぱりね、お長男が生まれてから買ったような気がするんですよ。僕はですね、勤めた時のですね、全然逆だったんですよ。これは裏話かな、うん、だから僕が勤めた頃はですね、本田宗一郎みたいなのがいいんだって言ってたんですよ。要は本田ってつながないじゃないですか、はい、トヨタはついてるじゃないですか、はい、そうじゃなくてうちは本田型だって、うん、やっぱこの中から社長が出るんだみたいなこと言ったけど、ご長男が生まれたら変わったみたいですね、うん、それはそういうこともまああるんだろうなと。で、まあ、林さんはもうそういうリーダーシップじゃないですから、はい、こういうふうにふわっとしてて周りから林さんのところに集まっていくっていう、うんうん、そういう形なんですよ。なるほど、うん、なんか永瀬社長って全部広告とか決めたりとか、すごいいろんな細かい指示とかを出したりするんですよね。そうする。だってもう広告の一個までね、あと会議とか長いんですよね。会ないから、ね、月に1回なんか全国から集めたりとかって聞きますよね。僕会議全然しないですね、うん、だってフェイスブックメッセンジャーでよくないですか？だって会社にいないんだから、うん、最初僕が言った時塾長室ってのあるわけですよ、うん、で塾長でしょ、うん、そこにいるんだと思ったら僕と話をする時だけいるだけで僕はいないんだ。で、あの最新の話としては僕の塾長室潰されて自治室になったそうです。あまりいないから生徒のためにいいんで解放そうがいいからってことで、永瀬社長っていうのは、もう社長室があって、いや本当に社長自身も働くのよ。はあ、本当にもう最後の最後決める時なんてのはもう夜中までやってた自分で、あの社員だけ働かせるわけじゃない、はあ、全然タイプが違うよね。永瀬社長みたいにすごくないんで、ちょっと皆さんのお力をお借りしたいというタイプですね。じゃあ本当にすごい。もう一代でこんなね、あと本当に教育格差をなくしたわけですよね。そうで、近所に東進衛生教育はどこだってね、どこに生まれたってあるわけですから、そしたら森哲先生とか安子先生の授業を受けられるわけですからね、ね、それはすごい仕組みを作りましたよね、うんうん、本当に教育のね、地域格差をなくすっていうのをこれで、まあ、これでやっぱ僕も営業してたわけですよ、うん、この町にできたら変わるし、塾の先生もやっぱりどやかだったら高校までしか面倒見れないから、むちゃくちゃこう悲しい目をしてたんですよね、うん、田舎でトップ校に行っても総計とか行けないじゃないですか、うん、なるほど。 でも自分も英語だけはいけるかもしれないけど他の科目高校生に教えられないじゃないですか、うん、そうですね、うん、だからもうみんな本当に飛びついたというかね、地域に必要とされてたんですよ、うんうん、この町で東京と同じ授業が見れるなんてすごいことだったんですよ、うん、そういう問題点を解決して全国に作る、それを一台で作り上げてね、しかもね、一番大きい予備校で東進の映像予備校の先生が一番予備校界トップじゃないですか、やっぱ、うん、そうですね、河合塾の先生も鈴田先生もすごいけど、やっぱ一番すごい人、参考書でも有名な人とかって全員も今東進の先生ですよね、うん、だから、まあ、そういう予備校を作り上げた永瀬社長はすごいし、そんな中の一人だった先生が、ね、わざわざ武田塾にお越しいただいて、さらに加盟までしていただいて大変感謝しております。ありがとうございます。でもそこで、でもいい授業ばっか受けてても伸びないっていうことに気がついて一台で一台で、ええ、一応ね、僕もあの高1高2高3浪人と東進に通わせていただきまして、たくさん授業を取ったんですけど、僕がしっかり復習しなかった、僕のセンスを出した僕の頭の良さによって、進学校だった割に一浪でマーチぐらいの学習になったんでこれはちょっと僕良くなかったんじゃないかと思って、参考書で勉強した方が早いという授業を作ったら流行ったと。結局東進のおかげですね。そうですよね。永瀬社長大変感謝しております。そして東進に通って落ちて、そして東進を広めた人とか、東進で FC 本部で総務とかをやってた吉田さんって人とかにお力をお貸しいただいて、東進のなんていうかお風呂で。悪いんですけど、だけどね、受験生に選択肢がね必要だと思うんで、たくさん授業を受けて、いや本当ね、近所に東進あったら助かると思うんですけど、うん、僕みたいに東進で伸びない人が、うん、思いますんで、そういう人に
参考書でやった方が早いんじゃないって塾をやったら、竹松さんの言う通りにやったら流行りました。働いてる側にとってもね、はい、竹田塾の方が、まあ、ちょっとブラックな服着てますけど、ホワイトだっていうのは結構きついん で、まあですね、ホワイトというか、なんていうか、当身と違って変えれるらしいよとまあそうですね、まあ、まあちょっと違うとすれば、もう昔だったら休みの日だったらもう完全オフかもしれないですけど、はい、ちょっとチラチラメッセージとか来ちゃいますよね。あのそれ申し訳ないなと思います。ただ勤務時間が長いとかめちゃめちゃ朝まで働くのは全くないですね。あのちょっと常に連絡がちょっと入っちゃうときは申し訳ないけどっていう感じですかね。うちはゆるくはやってると思います。はい、求心力ですね。長瀬社長本当にすごいと思う。だから会議で何時間も話されるんでしょ。そんななんか、だからすごい最新情報のためになる話とかをこう全社にメモしてるんでしょ噂に聞くとテストするんですもん ね話聞いてるかみたいな。そんなね、社員に話してためになるような話をできる自信がない僕は。皆さんにメモを取らせて、これでもっと仕事頑張れみたいな話をできる自信がない。みんなの方が詳しいんじゃないかって思う。まあ、林さんはそういうタイプじゃないか。本当にだからね、全然違うんだよね。ちょうどだから僕が入社した時は、永瀬社長は若手経営者とまだ言われてたんですよ。自分の中で若かったんですよ。林さんよりちょっと上かな。だから30代だったと思うけどね。あ、出会った時は30代、永瀬社長が30代、そうそう、だから若いってことだったんですよ、塾の中でもね。僕もね、ただ通ってただけでね、この永瀬社長、永瀬社長って言って僕1回、お、そうなんですか。なんとですね、東進ハイスクール津田沼校で社長講演ってのがあって、へー、それ結構珍しいね。僕は話を聞きにちゃんと社長のところまで、あの楽屋まで行ってちょっと喋りに来ました。へー、その時の高校生が今武田塾作ってますだからなんとなくイメージが湧くんですよ。もうその時の話もすごかった。もうすごい面白かったし、高校生にはすごい衝撃を与えましたよね。ブワーって喋ってました。そのエネルギーたるや、これはこの人が投資を作った人なんだなと思いましたね。だからそれ以来お会い、高校時代からお会いしてないんでね、あのいつかお会いしたいなとは思ってるんですけど、一方的な片思いですけどやっぱすごいじゃないですか。まだまだ投資さんの方が大きいし、もうまだね、でも武田塾を投資グループのまだ経常利益分ぐらいしかないんじゃないですか。経常利益分そこまでいかないですけど、本当に大きいグループですから。でも本当ね、だから永瀬さんはいろいろ勉強になったしね、うん、だって今でも覚えてるいい言葉たくさんありました。やっぱりね、今の流れで言うとね、よく言われてたことで、ね、世の中っていうのは少数の正しいやつがひっくり返していくんだっていうわけですよ。なるほど、うん、でもそれずっと一貫してそうなんだね、うん、で今はだから逆にまだ武田塾小さいけど、まだ少数派だけど、それが世の中を変えていくっていう。なるほど、うん、これがやっぱりこのダイナミズムがフランチャイズのいいところなんですよ。永瀬も東進もそうやって四つ目をひっくり返したんですよね、うん、それまた同じ理屈で今度は戦おうっていうね、面白いですよね。いいですね。これもサムネ決まりましたね。もう東進永瀬社長 VS 武田塾いや、いいですよ本当に。あの東進さん大変素晴らしい予備校だと、もう社会的意義もあるしね、あとすごいなと思って、やっぱまだ僕が高校時代の時はまだ映像予備校だよねみたいな、もう今はもう映像の方が効率的っていう感じじゃないですか。そうですね、そのだからきっと僕が高校時代よりもっと前は映像でしょって かなりって思われたわけですよね。もう一番最初はそうです。そこからこんなすごいところを作ったわけですか。だからやっぱ僕は自学自習の方が効率的だと思うんで、武田塾授業しない、みたいな、参考書やだね、じゃあ自分でやった方がよくないっていうところから、こう市民権をだんだん得て東進クラスの規模になりたいなと思ってまして、世の中にやっぱり授業の方がいいっていう人もいらっしゃるじゃないですか。森田先生の授業を受けたいという人がいらっしゃるんで、でもだから東進はすごくいい仕組みだと思うんですよ。でも許せないのはやっぱり僕はメンバーシップに行きます。そう。メンバーシップで全て流します。P0 で。そうですね。でもついついもちろんね、すみません。はい、ね、森田先生のチャンネルで、ね、こんなことを話してしまって。とんでもないですね。もうきっとメンバーシップめっちゃ盛り上がってると思います。いやでも、いやすごい話聞きましたね今回。なんでもう本当森田先生の力でまたね、武田塾ってね、まだ東進が昔怪しまれてたように、武田塾まだ怪しまれてたり浸透してないところがあると思うんで、森田先生が入ってるなら加盟してるならっていうところもこれからすごく大きいと思うんで、すごい助かります。頑張っていきたいと思います。はい、今回お二人にお入れいただきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。